丸亀ブルーナイター日本モーターボート選手会会長杯、波乱含みの準優勝戦を勝ち抜いた6名によりまして、いよいよシリーズ頂上決戦を迎えます。第12レース優勝戦、1号艇片岡正弘、2号艇広瀬正幸、3号艇菅文也、4号艇宮地元樹、5号艇山谷慎、6号艇岡瀬正人、以上6名の対戦です。本番レースもコース争い動きなく枠なり進入となります。絶好枠には地元片岡正弘、インコースに構えていきます。昨日の準優勝戦は見事な1周2マーク逆転勝利、もぎ取ったこの絶好枠、ここはしっかりと逃げ切っていくか。1号艇片岡、その片岡に対抗1番手か。2号艇広瀬正幸は丸米めっぽう得意とする男、剛腕炸裂なるか。2号艇広瀬、そして3コースには菅文也であります。初日のどん底から這い上がってのファイナル進出であります。ここまでがスロー、角4コースには4号艇宮地元樹です。ハイアベレージでの A1 復帰を決めています。ここはどこまでスタート踏み込むことができるか。5コースには5号艇山谷慎、船足には手応え十分、バランス取れた足、5コースからでもチャンス十分。そして6コースには今季絶好調男、6号艇岡瀬正人。3対3のスタイル、第12レース優勝戦、1番2番3番ダッシュ、4番5番6番、スタートしました。2コース思い切った踏み込み、2号艇広瀬でありますが、1周1マークの攻防、1号艇片岡が逃げる、刺していく2号艇広瀬正幸に、内からは6号艇3号艇バックストレッチに入りますが、なおスタートは正常です。高枠両者の一騎打ち、1号艇片岡の懐から2号艇広瀬が手を並べていった。1号艇2号艇両者が完全に飛び出す。1周の2マークは2号艇広瀬が外片岡を牽制しておいて先頭を取る。一旦引くか握るか。1号艇片岡懐飛び込もうとしたが流れた。ここで単独先頭に踊り出たのは2号艇広瀬正幸です。一気にぶっちぎり、1号艇片岡が2番手追走、そして6号艇岡瀬正人が3番手、上位の体系は2番1番6番の体制となっています。2周の1マークから向こう上面、完全に先頭は2号艇広瀬正幸、1号艇片岡正弘が2番手追走、6号艇岡瀬正人が3番手、2番1番6番4番手には3号艇菅文也、後方は5号艇そして6号艇と続いています。5号艇4号艇と後方続いています。完全に先頭は独走体制固めている2号艇広瀬正幸、2番手は1号艇片岡正弘、3番手は6号艇岡瀬正人、上位の体系2番1番6番でレースは最終周回に入っています。2コースからコンマ01あたりでしょうか、思い切った踏み込み、先頭は2号艇広瀬正幸、1号艇片岡も粘りを見せたんですが、1周2マーク振り切っての独走体制ということになりました。常に好成績ドル箱の丸亀で、この優勝戦執念のスタートを決めて見事に勝利ということになります。来年2017年もここ丸亀で大暴れを予感させる見事な勝利ということになりそう。今年初めて丸亀は2回目、通算18回目の優勝を目前、先頭は2号艇広瀬正幸、惜しくも2番手1号艇片岡正弘、3番手6号艇岡瀬正人、2番1番6番、先頭2番広瀬優勝のゴールイン、2着は1番片岡ゴールイン、3着は6番岡瀬ゴールイン、3番菅ゴールイン、5番4番4番5番は接戦でゴールインです。